本研究は、統合化推進プログラムのご支援のもと、研究代表の私とともに、浜本さん、三浦さん、川地さんの3人の共同研究者グループとともに開発を行っています。で、主なその開発の対象となっているのがチップアトラスというデータベースで、これは、世界中のチップチップデータを網羅的に収集して計算して分析したデータにアクセスすることができるようなデータベースになります。で、後ほどまあお話ししますけども、まあ、このように何がどこに結合するかというのが一目で分かるようになっております。で、チップチップというのはそもそも何のことかといいますと、クロマチンのプレスピテーションウィズシーケンシングのことでして、ゲノムに結合するタンパク質の極材を調べることができます。で、まあ、手法としましてはこういうふうにゲノムを取ってきまして、でそこに結合するタンパク質、例えば転写因子や修飾ヒストンなどに対する抗体でこのクロマチンを免疫鎮光してきまして、で得られた DNA 断片をハイスループットシーケンサーで読み取ることによって、でそのこういったタンパク質が、ゲノムのどこにどれだけ結合していたかというのを定量的かつ、ゲノムワイドに調べることができる方法です。で、現在このチップチックというのは、非常に精力的に行われておりまして、でそれら全てのデータをほぼ網羅しております。で、チップアトラスではチップチックの他にも DNA チックデータも集めておりまして、まあ、一番多いのが人、その次にマウスで、まあ、共に2万件以上の実験データを含んでいます。で、プロジェクトごとに色分けしてるんですけども、チップアトラスにはエンコードやロードマップ以外のデータも非常にたくさん含んでいるというのが特徴の一つになります。で、一番多いのがヒューマンのデータなんですけども、約2万8000個あって、その内訳を示しますが、まあ、DNA シックのほかに、チップシックデータ、特にヒストンや RNA ポリメレースのほか679種類の転写因子をカバーしております。で、どんなデータ処理で、どんなデータを公開しているかというのをここに簡単にお話しします。論文などで報告されているチップシックデータのほぼ全てがこの DDBJ とか NCBI といった公共レポジトリにシーケンサーが読み取った生データ、SRA フォーマットで、保存されています。で、これらは全部公開されていますので、で私はこれをすべてダウンロードしてきまして、レファレンスゲノムにアライメントすることによって、まあ、ここには、3つの実験データを例に示しますが、まあ、こういうふうに波形のように見えるデータを作っています。で、またこのアライメントが優位に集中する場所を決めるというピークコールということも行っています。まあ、例えばこのオレンジのデータだったら、この3箇所にアライメントが優位に集中しているであろうということをやっています。で、こういったデータを、まあ、公開しているわけなんですけども、もう一つ非常に重要なことをやっていまして、それがメタデータのキュレーションというものになります。で、これは何のことかといいますと、用いられた抗原名と細胞名を非常にきれいに誰でも分かるような形で書き下すということをやっています。まあ、この3つの実験データはこういう抗原でこういう細胞というふうにやっています。で、実はこのメタデータのキュレーションというのがこのチップアトラスを運営するときに一番大変な作業になります。で、どんなことをやっているかというと、まあ、こちら側が、オリジナルのサンプルメタデータになります。まあ、つまりデータを投稿した人が自由にまあ記述した、サンプルメタデータになります。で、これをパッと見たときに何の細胞でどんな抗原に対するチップシックなのか、すぐに分かる人っていうのはおそらくあんまりいないと思います。で、そこで私はこれを全てきれいにするということをやっていまして、この実験データの ID と抗原名と細胞名とそれが由来する組織に分けて書き下すようにしています。で、毎月頑張っています。大体1000件ぐらい追加されるんですけども、それをずっとこうやっていくということをやっています。で、まあ、そうすることによって全てのデータについてアライメントとピークコール、それから抗原名、細胞名がきれいに表示されるようになっております。で、ところがこういった個々の実験データの、チップシックデータを閲覧するためだけのデータベースっていうのはすでに世の中に存在します。有名なのが、すいません、ちょっと忘れたんですけど、まあ、なんかあるデータベースがあります。で、じゃあチップアトラスはそれらと何が違うのかということなんですけども、それがこういった全てのデータを統合解析もしくはデータマイニングをしてそれを公開しているということになります。で、こういったまあ膨大な量の計算は全て遺伝研のスパコンを使わせていただいております。で、こういった統合解析を行ったデータを、公開するのがこのチップアトラスの4つの機能になります。ピークブラウザ、ターゲットジーンズ、コロークライゼーション、インシリコチップの4つの機能になります。
で以後この4つの機能についてお話ししますが、まず最初にこのピークブラウザーというのは興味のあるゲノム領域群にどんなタンパク質が結合しているかというのを、ビジュアルで理解することができます。チップアトラスのピークブラウザーのウェブページに行きまして、ここでは抗原と細胞のタイプを選んでいただきます。で抗原のタイプ、例えば、ヒストンや RNA ポリメレーズ、転写因子などがありますが、ここでは転写因子というふうに選んでいます。で細胞タイプ、アディポサイト、ブラッド、ボーン、ブレストなどありますが、ここでは全てというふうに選んでいます。でこのボタンをクリックしますと、ここで指定されたチップシップデータ、特にピークコールデータが、ゲノムブラウザの IGV に流し込まれるようになっておりまして、このような表示がなされます。ちょっと小さくて見えにくいんですけども、ここではマウスの FOXA2 という肝臓の発生に非常に重要な遺伝子の周りにどんな転写因子が結合するかというのを示しています。で FOXA2 の転写開始点こちらになりますが、左向きに転写されますが、この転写開始点の直下にはさまざまな転写因子がリバーにおいて結合しているということから、この FOXA2 のリバーにおける発現はこういった転写因子によって制御されているであろうということが分かります。でまた FOXA2 の遺伝子領域を見てみますと、ポリコームタンパク質群が ES 細胞において結合しているということから、おそらく ES 細胞においてはこの FOXA2 はこういったポリコームタンパク質群によって発現が抑制されているであろうということがわかります。でまた、この FOXA2 の上流領域を見てみますと CTCF がさまざまな細胞タイプで結合しているということから、おそらくこの辺に、インシュレーター活性があるのではないかということが理解できます。で、このように何がどこに結合するかというのが一目で分かるようになっていまして、でなおかつ脂質調節領域、特にこういったプロモーターとかインシュレーターとか他にもエンハンサーがどこにあるかといった問題に、答えてくれるかと思います。でまた、これピークコールデータをこう示しているんですけども、興味のあるところをクリックしますと、こういうふうにアライメントデータ、こういうふうに波形のように見えるデータにも、アクセスできるようになっております。非常に誰でも簡単に使えるようになっております。でどのくらいのデータがあるかといいますと、ヒューマンのデータでは約2万件の実験データの中から約2億本のピークコールデータがあります。こういった、ピークコールデータが2億本あります。非常に膨大な量になりますが、で以後この膨大な量のデータを統合解析して得られたものを公開しています。それが2番目の機能のターゲットジーンズというもので、これは興味のある転写因子を入力していただくと、それの、標的遺伝子候補を返してくれます。ちょっと時間の都合上簡単にだけご説明しますと、いろんなチップチックデータがあるわけですので、それある興味のある転写因子が、転写開始点のプラマイ1キロとかプラマイ5キロに結合するような遺伝子っていうのをもうあらかじめ計算しておりまして、この転写因子を選ぶとそういった遺伝子が返ってくるというふうになっています。で3番目の機能、これはコローカライゼーションというのがあるんですけども、これは興味のある転写因子を入力していただくと、それとゲノム上で共極材する可能性のある転写因子を探してくれます。でこれは何をしているかというと、全てのチップチップデータをペアワイズに比較しています。ペアワイズに比較して、これとこれは似てる、これとこれは似てないとか、同じようなところに結合しているとか、そういったことを調べています。でそうすることによって、興味のある転写因子と非常によく似通ったものはおそらくゲノム上で共極材しているということが考えられますので、そういったものが得られるようになっております。ちょっとこれも時間の都合上拡大します。で4番目の機能、インシリコチップというのがありますが、これはゲノム領域でのエンリッチメント解析ができるようになっています。で特にこういうふうに2つのグループのゲノム領域群を与えます。100個とか1000個とか1万個ぐらいまで与えれるんですけども、こういうふうな2つのグループのゲノム領域群を与えてやったときに、このようにどちらか片方に結合がプレファレンシャルに起こるような、そういった転写因子を探索してくれます。でチップアトラスのインシリコチップのウェブページに行きまして、こことここにゲノム領域群を入れます。例えばヘパタサイトで特異的に活性化されているエンハンサーの座標を入れます。でこちら比較対象として、その他の組織で活性化されているエンハンサーの座標を入れています。でこのボタンをクリックしますと、数分経つとこういった、テーブルが返ってきまして、この一行一行がこのヘパタサイトエンハンサーに結合がエンリッチするようなチップチックデータになります。
で、まあ、ちょっと細かくて見えにくいんですけども、まあ、そのエンリッチメントの度合いを表す P バリューでこのテーブルはソートされていて、ちょっとこの P バリュー分かりにくいので、こういうふうな棒グラフにします。でそうするとこの上位15位を見てみますと、全てがこのリバー由来のヘップ G2 というセルラインにおけるこういった転写因子が、ヘパトサイトエンハンサーに結合がエンリッチするということが分かりました。で特にこういった HNF4 とか HOX-A のようにもうリバーにおいて非常に重要なマスターレギュレーターが取れてくるということで、まあ、こういったマスターレギュレーターの同定に、応用できるのではないかと思っています。で特にこの、リバー由来の細胞のデータというのはチップアトラスの中では非常に少ないんですけども、そういったものが上位に上がってくるということで、まあ、非常に検出感度が高いということが言えると思います。でまた T セルエンハンサーの結果ですけども、今度はブラッド由来の特に、T で示したのは全部 T セル由来の細胞なんですけども、そういった細胞におけるこういった転写因子、特に、ジャーカットにおけるミブといった血球分化に非常に重要な転写因子というのが上がってきます。まあ、今まで T セルをダイレクトリプログラミングによって作ったという結果報告はありませんので、ひょっとするとこういった転写因子カクテルを導入してやることによって T セルを人工的に作り出せるのではないかというふうに考えております。でまた、ちょっとライトニングトークで出し惜しみしたものなんですけども、GWAS で同定されたスニップにどんな転写因子がエンリッチするかということを調べています。でこのインシリコチップを使いまして、こちら側に例えば乳がんの、スニップのゲノム座標を入れてあります。でこちら比較対象としてその他の疾患のゲノム座標を入れております。でそうするとこちら側に結合する結合がエンリッチするような転写因子は何なのかというのを調べてみますと、ブレストキャンサー由来のこういったセルラインにおける特にエストロジェンレセプター1の結合がエンリッチするということが分かりました。まあ、特にこの乳がんの細胞というのはエストロジェンシグナル依存的に増殖するということが分かっていますので、まあ、非常にリーズナブルな結果になっております。でまた炎症性腸疾患のスニップの周りにはブラッド由来の特に、マクロファージにおける SPI1 というのが、上がってくるというのが分かりました。まあ、つまり、この炎症性腸疾患というのは腸の病気なんですけども、自己免疫疾患に、分類される病気でありまして、おそらくこういった転写因子の結合が、まあ、例えばマクロファージなどで、まあ、通常は起こっているけどもそこにスニップがあることによってこれらの結合ができなくなって、それが血球分化を異常にして疾患に至るといった流れが考えられます。まあ、このようにこのチップアトラスを使うといろんな遊び方ができますし、まあ、自分で作って自分でちょっと遊んでいます。で今後、チップアトラスどういうふうに発展させるかというのを残りにお話ししたいと思いますが、現在チップアトラスは5つの生物種を、カバーしておりますが、本研究期間中に白犬ナズナとラットのデータも追加したいと思っています。でまたチップシックと DNA シックしかまだ扱っていないんですけども、本研究期間中にバイサルファイトシックデータも追加することによってゲノムのメチル化がどこで起こっているかというのを簡単に理解できるようにしたいと思っています。でまた、キュレーション、まあ、非常に大変なわけです。こういうことを毎月毎月やってるんですけども、まあ、大変なんです。ですので、本研究期間中に機械学習を取り入れることによってこのキュレーションの自動化をちょっと図っていきたいなと思っています。でまた、チップアトラスのデータは全て公開されていて自由に利活用していただいてよろしいので、その他のデータベースとの連携を深めていきたいと思っています。まあ、特に核内受容体データベースである NASA と今協議を進めているところで、このチップアトラスのデータをこちら側に移し込むようなことを考えています。でまたディープブルーというエピゲノミクス関係の API を取り揃えているウェブサイトがあるんですけども、現在このチップアトラスのデータ全てがこちら側にインポートされていて、まあ、ここでいろんな統合解析ができるようになっています。でまた、チップアトラスのデータを、UCSC ゲノムブラウザーでも表示できるようにしたいと思っています。でまたこの後お話しされる菅野先生の DB ケロとの連携も図っていきたいと思っております。で本研究はさまざまな方との共同研究の上に成り立っております。この場を借りて、感謝申し上げたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。